全然直せる範囲なんで問題はないです、はい、時越えていけるから時がちょっと走っててそこってあ、いけますよ、はい、はい。ちょっともう一回サビだけ聞いていいですか、はい、はい、時越えて行けるから上がり具合は今の感じで全然いいんですけど、はい、結構そのここの部分って、桶の、はい、こう打楽器がすごい出てくるんですよ。そのリズムが出てくるんですね、はい、で多分それ聞いてこう歌ってもらうと、はい、もうちょっとリズム感が出るかなと思ってて歌ってみてもらってもいいですか、はい、分かりました、はい、今6消して大丈夫です。あ、5か5だったので、はい、じゃあ5に取ります、はい、はい、お願いします。でもいい歌手ね。うまいですよね。なんかちょっとわかんない、もう感情移入しちゃってるからちょっとめっちゃなんだろう、ひいき目なのかもしれないですけど、はい、なんだろうな、うまいし、うまいのはうまいんだけど、なんかすごく伝わる。はいはいはい、うん、なんか声が素直じゃないですか。うん、あ、素直、なるほど、いいワーディングだな、確かに。なんかいい声だなと思う。なんかこう歌ってやろうとか、その私うまいでしょみたいなのが一切ないっていうか。確かになるほど。なんかメロディーをすごいなんか一番いい方法で伝えてるって感じがします。なるほど。あとなんかちょっとまあ曲調が暗いからこの言葉がいいかわかんないけど、歌ってんのが楽しそう。ああ確かに。うん、ちなみに今ってこう見えるって割と伸ばして歌ってるじゃないですか、うん、確かに。それちょっと気になってて。なるほど。もうちょっとこうなんか見えるとかってね。そうそうそう、ああいいと思います。いいですか、うん、はい、のっぺりしちゃってるってことね。そうそうそう、します。はい、ちょっとトライしてみたい歌い方があって、特にその A、B なんですけど、はい、今ってその見えるって結構そのつなげて伸ばしてこう歌ってると思うんですけど、それをもうちょっとその見えるな、切るっていうか、はい、なんて言うんだろう、一つ一つの言葉を置くように歌うみたいな感じで、はいはい、ちょっとトライしてもらえないかなっていう。はい、わかりました。やってみてください。はい、ありがとうございます。ワンコーラスで、とりあえずワンコーラス、はい、お願いします。はい、お願いします。テイク1です。はい、めちゃめちゃいいで、この方向でお願いできればと思ってて、はい、ちなみになんかあのサビとか、はい、どこでもいいんですけど、なんかここをちょっと喉的に辛いとか高いとか、ここ早めに歌って片付けときたいみたいなところってあったりします？でも、あ、うん、どうぞ。きついところはあんまりないので。あ、ない。なんか声鳴らしてからの方がいい、逆にいいかもしれない。あ、OK です、はい、分かりました。開いてその目で
ちゃいい。大体いい。大体もう。大体いい。こっち来て聞いてみますか、一回。はい。はい、今って、うん、ね。相談なんだけどさ、はい、ちょっと俺ここ、トリッキーにしたのよ、ねえとそう。あ、はい。本当はねえじゃん、これ。ここですか、うん、うんうんうん。確かに。そうなのよ。いや、細かいこだわりだったんだけど、なんかもう ねの方がいいのかなと思っちゃった、なんか逆に。うん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 。どっちでもいいんだけど。っていうのと、はい、あと、うん、あとここの強くいられるのを世にするかですっごい悩んだの。強くいられるよ。うん。聞いてみますか、今の。なんか、はい、ちょっとお姉さんっぽいじゃない。あー、確かに。なんだけど、全部世にすると世だらけだなと思って、ちょっとここののとのをここをのにするかよにするかすっごい悩んでたの。それを決めてほしい。今日のさんとみゆちゃんに決めてほしい。あ、どうぞどうぞ、せっかくだから聞いてみてください。ドドンと真ん中の方がいいよ。はい、失礼します。そこに注意し続けてる。、はい、細かいとこなんだけど。歌詞の話で言うと、はい、この2番の時いつも優しいのはそのままでいいかなと思ってて、うんうん、D メロの私強くいられるのは世でもいいかな、うん、じゃあそうしよう思いました。で、最後のそうもねえでいいかなと思いました、うん、じゃあそうしよう。大丈夫ですか、うん、あのね、基本、はい、包み込んであげてるのよこの歌って、はいはいはい、アベンゼンをね、もう自分が死んじゃってもう悲しみあふれてこう頭おかしくなっちゃってるアベンゼに対してフィリアが包んであげてんだけど、でもフィリアもやっぱりアベンゼのこと大好きで、やっぱ寂しい気持ちもどっかであると思うのよね、高みから包むというよりは。で、最後の方にあふれちゃってんのよ、なんかもう自分の気持ちが、だから急になんかこう自分ごとになっててね、最後の方が。最初結構外から包んであげてんだけど、もう最後にもう思いが溢れちゃってそばにいてになるんだけど、うん、その時なんかのとよで随分印象が違うなと思ってたっていう感じだったんで、うん、いいかなと。はい、はい、すいません。あ、なんかありますか。バッチリ。こここういう風に歌ってほしいとか、なんかその作詞的な観点 でも今言ったのが全てなんだよね。なんか若い女の子なんだけど、なんか男性よりもすごくやっぱ女性の方が大人じゃん、基本は精神的には、うん、だから若い女性なんだけど、まあ多分年齢で言うと実際にみゆちゃんの年齢と変わんないんだけど、なんかこう情けない男性とか悲しんでる自分の大切な男性がいた時に少し母性が溢れて包むような感じになるんだけど、でもやっぱりその少女ならではのこうストレートな愛みたいのが徐々に溢れてくるっていうような詩なので、なんとなくどっかで覚えておいてもらえると。わかりました。めちゃくちゃ素敵ですよね、歌詞。そうですね。本当にそう思ってる。難しいんだよ、すげえファンタジーの世界だからさ、ベースが。そうですよね、そう、確かに。でもなんか聞いた人が自分ごとにならないとつまんないじゃん、はいはい、その狭間でなんか行ったり来たりしてたんだけど、はい、うん、よかったです、はい、この曲で誰かが救われるといいんで包んであげてください。自分でね、作る曲だとか、人の歌だとか、世の中に出た瞬間に、
自分のものじゃなくなる。え、インナーカラー金じゃなかった人のものなの。あ、落ちて金だ。聞いてくれた人のものなんだ。そのイメージというか、感覚というのは絶対落ちない。でも最近また、ね、はい、時代を映す鏡でもあるし、でもその人、聞いた人に寄り添って共感して初めて、あ、これは私のことを思ってくれるとかさ、はい、私の気持ちを代弁してくれてるっていうふうに思えるような曲っていうのは結局そのヒットにつながるというか、そういう相手の思いとか気持ち、自分が伝えたいことプラスそういうこともちゃんとやっぱ理解した上で、あのこれからやっていってほしいなと、はい、いきなりすみません。ありがとうございます。本当それめちゃくちゃ大事なの、はい、本当大事、うん、ありがとうございます。めっちゃいい話です、ね、すごいいい話を、本当ですか。いやいやいや、俺はドキュメンタリーテイストが入ってきましたね。俺が感動しちゃいました。いやいやいや、勝手に僕のフィールドで感じることはやっぱりなんか商業性と芸術性のなんかこう行ったり来たりっていうか、そこの勘違いをしないようにみたいな話かなって今勝手に思ってたんですけど、なんかそういう感じでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もう一回流してもらって、はい、出します。難しいね。これは難しいですね。難しい。では撮っていきます。はい。はい。お願いします。お願いします。合わさったらすごかったですよね。壮大さが。普通多分ポップスとかロックとかでやらないレベルの重ね方だ。そうですよね、うん、いい気づいてました。こんなのすごかった。でも早いと思うよ、覚えて歌うのよかった。こちらこそです。でも素人からしてもあのコーラス難しくない？いやめちゃめちゃむずいです。全然もう何回聞いても分かんなかった。取れないと思います。むずいよね。難しかった。しかもオーケストラってこうバンドみたいにベース音がずっと鳴ってないじゃないですか、うんうん、多分何を基準にねコーラスを取っていくかがすごく難しいよね。難しかった。すごいね。すごいすごいねって俺これ今バランス取ったら聞けるんですか？これで聞いて、まあ、全体の、まあ、ラフミックスっていうんですかね、全体こんな感じに仕上げました。超楽しみ。この後すごく楽しみだね。めちゃくちゃ楽しみです。俺も楽しみだよ。結構曲が曲だったんで、僕としてはなんかロックっぽい曲とか弾き語りっぽい曲はすごくイメージできたんですけど、オーケストラのこういう壮大な、確かに、しかもこう歌の節が一個一個長いやつ、うん、ちょっとこう不安まではいかないですけど、どうかな、苦戦するかなって思ったんで、あの実力が出やすい感じはありますよね。そうですね。なんかあの歌う人によって全然近くなっちゃう曲だと思うんで、まあ、でも確かにそうでしたよ。レベルは高い曲だと思います。あ、そうなんだ。はい、すげえな。よかった。勢いじゃいけない曲ですよね。確かに、なるほどなるほど。でも想像以上にみゆちゃんにはまってましたね。いや本当に、ね、うん、ありがとうございます。いい曲を。いやいや、とんでもない。あの僕があれじゃないんです。それを皆さんの力なんで本当に、でもこの後テンポアップバージョンも撮るんですよね。そうですね、思ったより結局、まあまあ時間なっちゃうんですけど大丈夫ですか？あ、こっちは全然大丈夫。本当だ、もうこんな時間なんですね。意外とね、うん、一応プロで弾きます。あ、もういける。本当？聞こう楽しみ。荒木さん聞けるってよ。
はい、お願いします。Thank you.
しました。感動するよね。すごい。いや自分で歌ったんだ。もう私の声じゃないみたいな。あなたの声ですよ。迫力がすごい。ありがとうございます。なんか泣きそう、泣きそう。泣きそうになりますよ本当に。大丈夫ですか。いやもう何にもないですよ。何にもないですよ。全然ないんですけど。ね。すごいね。いや素晴らしい歌声ですね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。これがめちゃめちゃもう2年後ぐらいに音から映像になってるからね。おお、そうなってほしい。あんな頃もあったねなんて。あの頃のみゆちゃんはこんな風に言ってたよっつって、うん、どこの部分が好きとか何かあったりする？あ、音でも詞でも何でもいいんだけど。でも、ね、最後のサビがなんか力強いけど切ない感があっていいなって思います。もうまさにそういうことよ、うん、嬉しい。いや感謝です。ありがとうございます。ありがとうございます。